ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、パズドラゴッドフェス、今回前半で、インドラと闇カーリーを狙って引きたいと思います。で、今回魔法石39個あります。というのもですね、以前のゴッドフェス引かずに我慢してたのと、このデュエルマスターズガチャも、引かずに貯めておきました。ということで今回ね、あのフェスゲームも出やすいようなので一気に使いたいと思います。で、今魔法石が39個なんで1個ダンジョンに取りに行って40個にして引きたいと思います。それではでね、今クリアしてないやつがあるんで、はい、サゴ城の地獄級、これだったら多分サクッといけるでしょう。 GO! もうベジットベジット、ベジータベジータ、もうこれあと2匹買えればドラゴンボールパーティーになっちゃう。はい、まあガンガン行きましょう。とにかくね、ベジータとベジットの4つ消しが強いので、いつも4つ消ししまくってます。こんな感じかな。2、3、4、5、6、7、ぶち抜き、ぶち抜き、いいぞいいぞ、ぶち抜きスタイルですね。はい、ぶち抜き、右が抜けない。そっか、4つ消し入れても抜けないか。はい、3、4、5、6、よしよし、まあこれ抜けないですね。うん、 GO!OK、 あー邪魔くさいやつ出ちゃった。はい、いきましょう。4つ消しできてるけど、あ、色足りてない、色足りてない、ゴミくんはダメ。あ、でもここあれか、そもそも攻撃力出なくても別にいい感じってことか。ベジータね、60万とか出るもんね。はい、暗闇系シュービュン。はい、解消解消。あーあー、無駄な動きしてる、無駄な動きしてる。ああ、オッケー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 。一個黒いけど一個黒いけどオッケー。いやー、闇カーリー出ないかな。闇カーリー、インドラ、どっちか来てくれたらもう最高なんですけどね。あとゴッドフェス後半で、曹操とかね、劉備とかもドラゴンタイプなんで、ちょっと欲しいなとは思ったんですけど、やっぱりね、やっぱり、闇カーリじゃなくてインドラのが欲しいなと思い、やべやべやべ、そういう話してるから、話してるから失敗する。ああ2コンボ2コンボはいけない。上から行きますかね。あ、ここから行こう、横から行きます。まあ、最近ベジットのこの操作延長に相当ね、あの甘えてしまっていてね、もうすごい強引なパズルばっかりしちゃってるんですけど、もうベジット以外だと僕の中で強いのは光カーリーくらいなんですよね。でベジットの方がやっぱり使いやすいんで、3コンボ以下を吸収。はい、あー、これは闇が落っこちるように、あー、できるかな。はい、こうすれば落っこしてくれるのか。最近ちょっとだけ落っこちるのとか考えられるようになりましたね。はい、ただ4つ消しじゃないからあんま意味ないか。はい、 OK、 ファイヤー、 OK、 でバトルファイブ、いらっしゃい。これ確か攻撃力半減、そう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 、攻撃力半減。しかしながらベジットとベジータがいると無意味です。あー、でも、行きまーす。あーあラッキー、さよなら。はい、サゴジョウさんかな。はい、
こいつは厄介なのは知ってます。削りすぎるとやばいんだ。スーパーベルソー、闇が離れてる。これ火がちょっと効きづらいので闇で行きたいですね、これね。あー、なんとも言えない感じだな。まあまあ、そんな考えずに行っちゃいましょう。はい、こんな感じで大丈夫だよね。3、4で、この次のターンで倒せば、あ、ここで倒す。でも動けないんだよね。あぶねえ、びっくりした。そう、ここでやられたことあるんで、火を入れていこう。あ、闇を入れたい。オッケー。3、4、5、6。あ、そういえばあれですよね、今度パズドラにマルチプレイがなんか実装されるとかって聞いたんですけど、どんなやつですかね、マルチプレイって。それもまだ明かされてないんですかね。めっちゃ楽しみだね。うい、あ、これ余裕のやつですね。孫権巨神段階の軽眼発動ピッんで、うっ、これガディウス使わなくてもいけちゃうやつだな。あ、でも使っちゃおう。ガディウスサンライズゾーン発動。あらら、闇が全然ない。はい、行きまーす。はい、はい。あー、やめてやめてやめよう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 。はい、はい、はい。あ、ちょ、めっちゃ繋がってる、めっちゃ繋がってる。はい、これでいけたんじゃないでしょうか。ファイヤー。あれ、いけないいけない。倒せない。これは、ベジータ使いますかね。火を闇に変えて。ファイナルフラッシュ。ピュン。これでよ、ダブル4つ消し入れれば。勝てるでしょ。ちょっとつながっちゃいそうで嫌だな。4つ消し、あ、オッケー、いきまーす。下で4揃えて、こっちで4。あ、こんな感じで4つ消しになってるか。はい、こんな感じ。2、3、4、5、6、グッバイ。オッケー、やっとゴッドベースたどり着ける。ちょっと時間かかっちゃった。オッケー、ババババンバンバババババ。40個ゲット、引かせていただきます。いくぜ。8回引けるんで、フェスゲン2体は来るでしょう。いきます。1回目、来い、カモン。新しい風を、おお、来た、金プラスガーディウスだ。まあ、ガーディウス2体入れるのスタミナ的にもあれかもしんないけど、ほんとフェスゲン出やすいんじゃないこれ、ガーディウス。はい、次。ポン、銀。フェスゲンは出やすいけど金が出やすいとは限らないのかな。どうなんだろう。はい、3回目、ガンガンいくよ。ビノン、出やすい、出やすいぞ。ライダーかな、これ。グリフォンライダー。はあ、ランダムで気ドロップ5個生成。はあ、なるほど。はい、あと5回回せます。これ4回目。早いな、早いな。これでもう折り返しか。いきます。闇カービィイントラ。ドア、来てるぞ来てるぞ。あ、ウルド、あれ、ウルドってこれいいやつだよね。全ドロップを火、水、火、赤、青、回復ドロップに変化。うお、つえ。神タイプ、 HP に応じて火属性の攻撃力上昇。おお、いいじゃん、ウルド。はい、次。あと4回折り返しました。カモン、闇カーリー。白雪姫。はい、あと3回。もう早い。ちょっとやばいぞ。あと、インドラと闇代わり全然来てないよ。いきますよ。はっ、ガディウスはまあ嬉しいっちゃ嬉しいけど持ってるからね。いい子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 、いきます。ボン、よし、きつ、バーン。消えた。引いてよかった。
つか、ためといてよかった。いてててて、やったやったこれ最近出やすいとかあるんですかね。いて、首いて、来たよ、スキルオールドロップチェンジ。全ドロップを火、水、木、光、闇、回復ドロップに変化。やったー、これちょっとダンジョン行ってから引いたのが良かったとかもちょっとありそうですよね、これね。やったー、これ完全に育てて、ベジットパーティーに、ね、組み込むようにしたいと思います。やったー、せっかく出やすいからね、あと2回引いちゃいます。ここで止まらないヒカキンです。いやー嬉しかったなー。もう1体来てもいいよ。インドラ、インドラ行きます。インドラカモン、でキン、キン自体は出やすくもないかも。はい、ラスト赤ずきんちゃん。なんか外れてるやつ可愛いのばっかりだね、白雪姫とか。いきます、ラスト。インドラ来たら伝説だぞ。インドラ伝説よ、いざここに。インドラー、インドラードラウンジョーカーか。2体持ってんだよね。ただね、闇カーリー嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいよ。いやー、いや、これでベジットパがまたちょっと変わると思うんで、早く育成して、進化させたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、 ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。